皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日は大切なお知らせがあるので、えっと、この動画を撮っているんですけど、えっと、顔出しがちょっと難しくって、えっと、声だけでの動画になります。えっと、結構大事なお知らせなので、ちょっと画面は来ちゃうかもしれないんですけど、聞いてくださると嬉しいです。そして本題に早速入るんですけど、えっと、私はですね、 えっと、7月6日月曜日なんですけど月曜日からえっとちょっと病気を落ちましてと言いますか病気にかかりまして、えー、入院することになってしまいましたなのでえっと動画が撮れないアップができないということになっておりますで最近動画がアップ あんまりできなかったのはその病気がですねもうなんだろう自分の思うように体が動かせなくなるような病気で、えっと、手がまず思うように動かなくてお風呂とか食事とか自分でできなくなるくらいえ、うん、悪化してしまいまして。 動画内で手を使わないで動画を撮るということはちょっと難しいしあと顔も結構、まあ普段もだいぶ見苦しい顔なんですけれども、えー、だいぶ腫れたりしたり腫れたりして、えっと、お見せできないようなだいぶひどい顔になってて撮れなかったり。 してますで撮れたとしても手がいつ動けなくなるか分からなくって編集ができなくなったりするようなことがあってでこの,間のメイク動画はや、まあ、やっっっっとと撮ったって感じですね結構あのでも出さなきゃ動画を出さなきゃっていう気持ちが強くて出したくてでもまあ中途半端な動画になってしまってアフレコつけたり。 字幕入れたりしたかったんですけどまあ中短波な動画になってしまって本当に申し訳ないです。でいつえっと動画が撮れなくなってアップできなくなるということでいつ動画が再開できるかわからないんですけど治って元気になったら必ずまた動画をアップするのでそれまで待っていてくれれば嬉しいです。まだお部屋紹介とか なんだろう質問返しとかいろいろした,くしたかったのにできないことがたくさんあってでお部屋紹介は無理なん,無理なんですけどえー、っと質問返しとかならこんな感じで、えー、音声だけでも撮れるかなと思ったのでまあちゃんと撮れるのが最優先なんですけど こんな感じの、えー、だいぶひどい状況になってしまったので、取ることがちょっと難しくなってしまいました。それでツイッターならあの文字を打つことはできるんですよ。人差し指しか使わないので、なのでツイッターとかならあの入院中でも入れるので、えっと部屋が結構個別個室の個室に ってもらったので携帯の使用ができるということで、えー、っとツイッターにならいることができますだけどまあ <laughs> こんな状況なので必ず返信できるというわけではないんですけど一応ツイッターにはいるので、えー、っと前回の動画の概要欄とかには多分貼ってあると思う今回の動画に多分文字がつ文字を打つっていうか。 コピペするののがちょっと難しそうなので前回の動画の URL から私の Twitter、えー、に飛んでいただけると思うのでそんな感じで、えー、これからも絡んでいただけたらなと思いますまあ前々から言ってたんですけど今回はこんな感じで終わりたいと思います絶対に帰ってくるので皆さんよかったら待っててくださいそれではチョコバナナでした 拜拜。Bye bye.